はい、皆さんこんばんは。今日は4月の19日金曜日夜8時になりました。この番組は栃木県那須塩原市にありますソスイスクエアアクアスの中にありますスタジオアクアスより生配信でお届けしております。ビバビバ那須塩原という、ね、番組が先月まであったんですが、それの、スピンオフ企画としてこのビバビバ大田原というのを今日は放送しているわけなんですけども、先週のやり方をご紹介したんですが、今回は大田原ということで、大田原の勇士勇は勇士が3名お越しいただきましたので、では端から自己紹介していただきましょうか。お願いします。はい、私高田のりさと申します。まあ、大田原を中心に、面白動画を配信しているムーブメンツという、まあ、YouTube で見てもらえると分かると思うんですけど、ムーブメンツを、企画、ディレクトを行っております。右側の、こちらムーブメンツ T シャツを着ている、こちらこれうちのタレントタレントタレント兼リーダーになります。まあ本人からご挨拶すると思うんですけど、そんな感じでやっております。はい、はい、どうも、タレント兼リーダーの大森未来と言います。YouTube で大森未来で検索していただけると、今何分ぐらいですかね、60分ぐらい多分引っかかると思うんで、まあ時間があって、暇だという方がいたら見てくれるととても嬉しいです。高田君と一緒にムーブメンツ、栃木県で何か面白い番組を作れないかということで、ムーブメンツというチャンネルを持って YouTube に投稿しております。はい、超ゆきやりと申します。一般社団法人那須塩原青年会議所の直前理事長を務めております。栃木県内には11の青年会議所がありますが、その中の一つ、那須塩原市、大田原市、中川町を活動エリアに、日々、いろんなことをやって頑張っておりますので、どこかで名前を見たらですね、ぜひとも気にしていただいて、参加できる事業は参加してもらえればと思いますので、よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。あら、そしてこちらに名前だけご用意しましたので、あら、どうしたんでしょうかね。今向かってるんでしょうかね。あその含み笑いまあね、後ほどでいらっしゃるかも、はい、星くん見てる当ててる、当ててる、よかった、よかった、よかったということでね、ご自己紹介していただきましたが、ちょっとお話をね、伺わせていただこうと思うんですけど、まずはそのムーブメンツ、はい、非常に我々レディオアーカースにとっても興味深い、はい、ものなんですけど、面白いものって具体的にどういうものを、具体的に例えば、今シリーズでやってるのは、俺がコーヒーを入れるのが好きなんですよ。ほうほう。でそれを、まあ、いろんなところエクストリーム、エクストリームアイロンとかって知ってます？何ですか？野外のこの偏僻なところに、偏僻なところでアイロンをかけるというスポーツがあるんですよ。スポーツがあるんですよ。まあそれの、まあ、コーヒー入れるバージョン的な。どこでも入れるぞ。どこでも入れる。いつでもどこでもコーヒー入れますっていう文句を立って一応やって。じゃあその機材を一切がさ持って。そうですね。山の中でも、街の中でも。いきなり街の中で。そうですね。ゲリラ的にやらせてもらってます。じゃあ撮るのも実はゲリラ的に。そうですね。一応まあ許可もらうときはもらえたりしますけど、まあ大概はまあ怒られは、一応怒られたことはないよね、今までね。なんとかやってます。前ね、宇都宮のレディオベリーとかのスタジオ前で、あ、まさにこんな感じですね。こういう感じで放送してるところの前でやってる。柏田さんが何やってんのみたいな。そういう感じで。別に、まあ、どうぞどうぞっていう感じなんですね、あちらも。いやー、勝手にもう始めちゃったからもうどうしようもないからまあちょちょってやって5分ぐらいで5分10分ぐらいでね、10分ぐらいでまあ撤収できるように、じゃあ動画もそのぐらいの長さ、動画はまあさらにちょっともっと短くて3分とかそのね、もう昼休みのちょっと暇な時間に見れたら、もう午後の活力になる。そうそうそう、なる
るかどうかわからないですけど。え、ちょっとじゃあクスッと笑える感じ。あ、まあ、あったりなかったりとかですかね。基本のその企画は大森さんが考えるんですか。そうですね、最初考えて、最近高田くん考えてくれるから、高田くんがこういう動画を撮りたいなって言ったら、うん、まあ、私は体だけ貸しますよっていうスタイルで、ね、スタイルでやってます。2人基本その面白い、例えばそのゲリラ的なコーヒーを入れるとかっていうのの、うん、そういう観点でこう60本は作られていく感じ、ちょっと面白いなと思って。あ、そうですね、面白いのは基本ですね。生活に全く必要のない動画です、うん、だから私はいつも言うんですよ、うん、見ないでくださいと時間の無駄ですから見ないでください。それでも見たいっていう人は見てください。うん、うん、まあ、その程度の動画です。でも本人たちだって真剣に作りますよね。真剣、うんうん、まあそうですね、真剣ですね、はい。今後こんなの撮ってみたいとかって、まあいろいろ思ってることは企画はあったりとかするんですけど、まあコーヒーで言うならどこ、やっぱりコーヒーなの。まあそれは決まった。あとはまあ言う、あの、あ、ま、そう、ちょっと言えない企画とかもあったりするんで。どれぐらいのヒントで更新されて、一応今は週1で一応動画作りたいなという感じで、うん、でまあ絶対上げなくちゃなんないっていうわけでもなくて、大体週1ぐらいで上げられたらなと思ってやってます。おー、すごいなそれ短いですから、短いですから短い方がなんか難しいような、まあなんとも言えないですね。でも YouTube でだって30分とかの動画あんまり最初から最後までじっくりぐわっと入り込んで多分見ないなと思うんですよ。意外とこうね、飛ばしちゃったりとかっていうね。だからまあ3分ぐらいだったらまあ最初から最後まで見てもいいかなって。 Facebook でちょっと引っかかった動画ちょっとボタン押しちゃったら、あー、まあ最後までしゃあない見るかみたいな、そんぐらいの感じで昼休みちょっと、それでコツコツファンを増やす感じで。あー、いいですねムーブメンツですよ、絶対。よろしくお願いします。ムーブメンツのウはウに点々なんですよ。ブだと違うんですよ。あ、違うのがあるんですね。いや、僕らじゃない人たちがなんか出てちゃうんで。なるほど、ムーブメントですね。それか大森みたいに検索してもらえれば。もしくはコーヒーおじさん。コーヒーおじさん。Google でコーヒーおじさんで、多分4つ目ぐらいに出てきます。なるほど。すごく1位目指したいです。あ、そうですね。そうですね。では続いて張さん、はい、那須野ヶ原青年会議所、はい、ということなんですけども、はい、もう私とかも青年の時期過ぎてしまったのでなんですけど、はい、どういうことを具体的にされるんですか。はい、まあ、基本的というか理想としては明るい豊かな社会を作ろうというものがあるんですけれども、20歳から40歳までで組織されている団体なんですね。で、まあ、私たちが活動しているエリアっていうのが那須塩原、大田原市、中川町なんですけれども、昨年創立40周年を、まあ、無事迎えることができて、まあ、今年41年目で、私が去年の理事長で、今年は富塚というものがいるんですが、今日は来ていませんけれども、魅力あふれる那須野原の構築というスローガンですね、今年掲げて、今年はちょっと言っていいのかまだちょっと理事会完全に通ってないんですけれどもご当地カルタみたいのを作りたいということで、小学生たちにその地元のもののカルタを作るということをこれからやるんですけれども、どうしても審議とか協議とか通してからじゃないとなかなか発表ができないので遅れてしまうんですけれども、その他にも、2月に宮城県の山本町というところにみんなの図書館という、プロジェクトに賛同して、まあ、小さいんですけれども図書館を設置してきたんですね。でそこの、敷地の中に今度花壇を作ってお花を植えるという事業を、考えています。でそれは地元の子どもたちを連れて、被災地で自分たちに何かできないかと、ボランティア精神をこう養うようなボランティア精神を植え付ける一助になるような事業ができればと考えています。そのみんなの図書館というのは建物を建てたんですか。はい、あ、そうですね、プレハブなんですけどスーパーハウスを設置するんですけれども、まあ、これは一般社団法人みんなの図書館さんというところで、やってる事業なんですけれども、そこの代表も青年会議所のメンバーで
足利で頑張っているんですけれども、まあ、それに賛同して、うん、私たちもちょっとやってみようということで。じゃあ結構横の連携とかはすごくあるんですね、青年会議所自身は。そうですね、うん、全国、まあ、大きく言えば世界にありますので。すごいな。はい、ぜひ青年会議所とか JCI というここに今バッジをつけてるんですけども、JCI というもので、まあ、先ほどのインターネットみたいに調べるとすごい引っかかってくると思いますので。 JCI だともう全国レベルの JCI は世界です。あ、そう、世界、世界ですね。で、唯一この国連のマークを使えるんです。へー、そうなんだ。それはその国連が認めた団体、まあ、そういうことは詳しくない、僕もよくわかんないですけどまあまあついてるって、はい、すいません。そうなんですね、はい、今会員はどのぐらい篠ヶ原さんはいらっしゃるんですか。篠ヶ原青年会議所は24名なんですので、彼もメンバーで頑張ってくれてますので、そのじゃあ24名は40歳になると、まあ、世代交代卒業してまた新しい子たちが入ってくるみたいな。そうですね、随時入会はOK なんですけど、40歳の年の12月31日で卒業という。ある意味その20歳から40歳までは誰もが入れる。そうですね、基本的には誰でも入れる。何か条件とかあるんですか。まあ、品格のある青年というか品格ないんですけどそれはまた難しい、ね、非常にアバウトなところもあると思うんですけど、うんうん、まあ、社会人として、うん、そうですね、ちゃんとしてればみたいな、はい、じゃあ別にこういう仕事なんかしてなきゃいけないとかそういうわけでも全くないんですね、はい、ないです。じゃあ学生でもある意味そうですね、二十歳超えてれば。ただ会費が発生するので、うん、それをお支払いいただいて、で、私たちの団体は年会費で運営している団体なので、うん、寄付とかそういうのじゃないので、うん、ちょっとお金がかかってしまいますけど、いわゆるその私たち一般市民が見て、あ、これ青年会議所の活動なんだよとか、青年会議所が作ったんだよみたいなのってわかりますか。はいはい、そうですね、今度5月にわんぱく相撲那須野原場所っていうのを開催するんですけれども、それはもう17回目で、今年17回目で、那須野原青年会議所の前身の、あ、那須野原でいいのかな、那須野原青年会議所でやった事業 で、ね、はい、もっと古く言うと大田原マラソンって言うんですかね、あれも、はい、あれも青年会議所が最初に始めたというふうに思ってますね。それをこうだんだん地元の人に回してやってもらう。理想から言うと、僕たちが発案してやった事業をどなたか第三者の方がやってくれることが本当はいいんです。そうすると僕たちは次の方に行けるので、企画をと提案をしてっていう、ずっと継続してしまうとそればっかりになってしまって、ワンパクスも誰か受けてくれる人がいればお譲りして、僕たちは違うところに、そういうのまず何だろう、先駆けっていうかパイオニア的にやるっていうことなんですね。ワンパクスも知ってますか。あ、知ってます。あれ知らないです。知らないです。ワンパクスも、ワンパクワンパクするもんね。ワンパクだぞ。懐かしい感じがする。なんでなんだろう。一応優勝すると国技館とかで戦えるんです。あの土俵に立てる。はい、全国大会がありますんで。すごい。まだ募集大丈夫だと思いますので。そうですね。普通も確か女の子とかもあるんですよね。那須野原はないんですよ。あ、そうなん。場所によってあるんですけれども、国技館もやっぱダメなんです、女の子。そうなんですか。土俵に立てない。そうなんです。はい、そうね。そういう活動をしている張さんですが、はい、はい、ではですね、一回ここでジングル入れましょうかね。はい、じゃあ次のコーナーに行きたいと思います。ビバビバビバ。さて、ではビバビバ大田原パート1
パート1かな。パート1。はい、まずはですね、3人とも大田原出身ということで、はい、かなり長く大田原に住まわれているということなので、大田原の自慢をまずはしていただこうかなと思います。はい、3人ともずっと大田原でよろしかったんですよね。まあ、大体。大体。あ、ずっとですね。あ、ずっとですね。あ、なるほど。これはちょっと自慢できるなとか、いいところだぞというのありますか？漠然としてますか？漠然としてじゃあ、食べ物でいきましょうか。食べ物、食べ物、食べ物、うん、これ美味しいぞと。あ、そんなに食べないですけど、あゆ美味しいですよね。あゆ、あゆ美味しいし、安いですよね。あ、観光地で食べるよりもなんか安い感じがします。ああいう時期ですね。それはね、どのぐらいですかね。ここら辺だと300円とか、そうですかね。安いかもしれない。ただ500円ぐらいですか。そうですよね、400、500円しますよね。それはやっぱ豊富に取れるからってこと。どうなんですかね、詳しくは分からないけども。でもあれ、ヤナとか行くと、はい、あの鮎のお刺身とか、あれやってますね。唐揚げ食べなかったっけ。うん、鮎の唐揚げ、鮎三昧コース状態。へえ、美味しそうかも。え、なんか衣がついてて、味がついてて、でっかいししゃもみたいになってる。そうそうそう、卵入ってて、そうこんな感じ。そんなでも日常フードではない。鮎つだろったってどうしても塩焼きが多いですもんね。それ以外で食べるのはなかなかないのかな。ただ新発見ではあったのかな。刺身も、刺身も、刺身とかいうね。まあね、その場で取れるからできることなんでしょうね。私だとイメージはよく宣伝されてる唐辛子のイメージがありますけど、はい、やっぱり身近ですか、唐辛子。唐辛子を単品で食べないから。そうですね、確かに。じゃあ何でも、実は何にでも唐辛子かけちゃうとか、いますよね、そういうのね。最近ちょっとムーブのやつ、たこ焼きをやっぱりエクストリームシリーズちょっと始めたんですけど。たこ焼き？たこ焼きをそう、そうエクストリームな感じでやってるんですけど、そのね、たこ焼きって食べるときってなんかマヨネーズやら何やらかけるじゃないですか。で、大田原の荒町の何でやつ、あそこ、駄菓子屋さん、倉屋敷っていう駄菓子屋さんで、唐辛子のソース、辛そうっていうのが売ってたんですけど、辛そうっていう、そう、このなんか、いや正直舐めてました。多分唐辛子入ってたらあんま美味しくないんだろうなと思ってたんですけど、かけたら意外うまかったですよ。ものすごい唐辛子な感じ。いや全然そどっちかというとフルーティーな、程よい辛さで、そのね、おいしい完成度高いソースだと。へえ、ぜひ。味はソース、普通にソースでもちょっとピリ辛、ピリ辛ソースで。あ、じゃあ結構それ使えますよね。使えない焼きそばとかでも、それいけるかもしれない。これは美味しかったな。久々のヒットです。久々の。あ、でも結構いろいろありますもんね、唐辛子のなんだっけ、ソースだけじゃなくていろんなのありますよね。商品か唐辛子なんとかって。ああ、ありますね。パンとか。パンもあるのか。羊羹。あ、羊羹食べたことあります。唐辛子パンは美味しかったですよ。どこに唐辛子がいるんですか。パンの中に練り込まれてます。練り込まれて。じゃ赤いの。そうです。プツプツ赤い感じ。美味しかった。なんかおつまみ的な感じ。いや普通にパンとして食べましたけど、マーガリン塗って、美味しかったです。アイス、アイスありますね。唐辛子のアイス？唐辛子ジェラート？ジェラート。道の駅にありますね。あ、すごい。やっぱり辛い。辛い。絶妙な感じで。辛いんだけど甘いみたいな。から両方いい感じ、結構美味しかったね。まあ、あんまり辛いと売れないでしょ。そうですね、スパイスですか。局地的に売れるかもしれないけど、毎日は買うかもしれないっていうぐらい。あ、そうなんですね。あとなんかイメージはニラとか。ああ、美味しいですね。あの太くて短いやつもそうでしたっけ。おたらでしたっけ。
オタラのどんな意味ですか？天狗ニラ。ニラか。ニラ。かなり商品の名前ですけど。まあまあ。何が美味しいんですかね、オタラのニラって。なんですかね、肉厚なんですかね。でもあれもなんか時期で違いますよね、味も硬さも。一番初めにこう、あれ何回か取れるんですよ。初めにできたニラと2番目にできたニラと3番目にできたニラだと、だんだん多分硬くなるんじゃないかな。詳しくはないけど。やっぱりニラ料理はかなり食べますか、普段の生活で。普通な感じ。普通な感じですね。どこが普通？普通は分かんないですよね。そうですよ、私たちが思うよりもね、美味しく食べてますけど、みたいな。宇都宮の人が餃子よく食ってるかどうか分かんないですかね。確かにね。あ、でもあのニラの下の方を食べたりしますよ。あの切っちゃった下。そう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 。あの売ってるのって、まあこう売ってるとしたら、うん、ここの下もあるわけじゃないですか。これ見れないですけど、ね。ここで切ってるとしたら、うん、ここの下があるわけじゃないですか。はいはい。土のところも、まあ、そうですね、あそこ売ってるんですよ。このぐらい100円とか。あれ美味しいですよ。どうやって食べるんですか？お醤油漬けの人もいるし、かき揚げの人もいる。かき揚げ、そのチェックかき揚げでも美味しそうですね。美味しそう。ニラのかき揚げ、雰囲気わかりますよ、うん、味がちょっとこっちの上よりも濃そうな感じがする、うん、歯ごたえがシャリシャリ上がります。あれは美味しいです、それは普通に道の駅とかで売ってるんですか？そうですね、確かこれぐらいで100円です。お得な感じで、あれは美味しい。それは探すべしですね、かき揚げで。どういうところで皆さんご飯食べたりするんですか、お宝で。食べ物ネタばっかりですけど、食べるところ、うん、ここうまいっすよみたいな。ここうまいっすよ、うん、大田原の昔からあるお店とか。星くんがよくおすすめなところで言うと、うん、あの日赤近くのラーメン屋さん、吉川屋さん、うん、吉川屋さん、多分今日まだ結構残れてないですけど、うん、本人がいたら、うん、ここいいっすよって多分、うん、あのラーメンうるさいからね、それはラーメンうるさいですけど、うるさいですけど、あの白川、そうですね、白川風の、うん、ラーメン、中華そば、うん、美味しいんですよ、ワンタン麺と、うん、美味しいですね、吉川さん。なんかそのちっちゃい時から通ったような、誰もがこうおじいちゃんから子供まで知ってる店みたいなのもあったりして、老舗な あれじゃないですかね、それで言ったら東宝とかじゃないかな。あ、東宝食堂、東宝食堂食べてみたぞ、それ買ったことないですけど。金道路の近くに、あのパチンコ屋さんの駐車場に面している、はい、あのちょっと、なんだろう、うん、あの時代を感じさせる、うん、駐車場から食堂、食堂っぽい、そうですそうです、それあの外見はすごく、ちょっと映画のセット的なね、の食堂もあるんですけども、そこを好きで行く人よくいるよね。定食屋さん、うん、そうですね、昔ながらの焼きそばとか、焼きそばとかラーメンと。とか、あと普通の定食もあるのかな。美味しい、美味しい、量が美味しいし、量がで、Facebook でこう当食堂こう行ってきたっていうと、あの時代が違うちょっと年上のちょっと子が、あ、懐かしいなとかっていうコメントが、よく来たりするの、いいねいいねいいねって、あ、いいね、来たりしますね。じゃあ、誰もが知ってる、うん、あそこ、大田原のあそこら辺で育った人なら、久しぶりに行きたくなったなっていう、そんな感じのお店ですね。張さんあります、おすすめのお店。そうですね、僕はあの大田原でも黒羽というエリアで、大田原の市街地よりちょっと離れてるんですけど、僕は若鶏専門店ヒデっていう焼肉屋さんがあるんですけど、すごい反応が、わかりますね、わかりますよ、わかります。ヒデさん美味しいんです、うん、確かに焼肉美味しいんです、うんうん、僕はでもカレーを食べるんです。カレー、カレー、そうなんだ、はい、うん、ここに焼くのあるんですけど、ここでカレーを食べる。
お預けみたいになってカレー美味しいです。カレーに、まあ、焼肉焼こうかなって時はネックを1枚頼む、ネック鶏の首のお肉を頼んで、うんうんうん、カレーを食べる、うん、贅沢だ。カレー入れるわけじゃなくてそれはそれで頼む、それはそれで頼んでカレーを食べる。これやったらうちの子供も最近焼肉屋なのにカレーって言って、うん、あの影響で、あのカレーは梨が入ってるって言ってました。すりおろしたのが混ぜてるのかしら、はい、黒羽は梨が有名なんで梨がいっぱい入ってるって。そうか、普通リンゴとかね、はいはい、そういうのは入れますけどね、はい、あ、そうなんだ。え、なんて店でしたっけ。ヒデさん、はい、若鶏、まあ、ヒデバーベキューヒデとか2級4沿いなんで、うーん、ヒデは漢字ですか。そうです。うーん、暮らしの館のもっとこっちの。そうですね。へー、これはいいですね。美味しいです。あ、食べたくなった。そうですか、ね、場所的にはどうですか、あの観光地としてここはちょっと自慢できるぞ的な。あ、やっぱりそれ言ったコテ屋さんですよね。コテ屋さん、コテ屋さん、コテ屋さんってお店じゃないですよ。コテ屋さん、山、山、コテ山です。コテ屋さん、コテ屋さん、コテ屋さんはね、ひずめみたいな、あ、違うな、どういう字ですか。ごんって、あの、ご用亭のごに、はい、人面に、人面だから、人面じゃない、失礼てんか、あ、ごめんなさい、手ってこういう、あ、止まることじゃなかったんだ、あー、何なんとか手、なんとか手の手、コテで山って書いて、コテ屋さんって、コテ屋さん、コテ屋さんはね、いつ行ってもなんか神々、俺ら神々って呼んでるんですけど、うん、いつもいる人たちがいるんですよ、いつもファンが、コテ屋さんのファンが。ほう、うん、そんぐらい愛されてるスポットですよね。それはハイキングとかできるような山なんですか。あのバイク乗りとかも多いですね、うん、バイク乗り、あと、うん、車で人とか自転車でトレーニング来る人もいるし、うん、ただやっぱり頂上に行くと誰かしらが、あの、まあ、神ですよね。神がずっと、うん、そうそう、じゃあ毎日登ってるのかしら、神々は。あの、基本土日しか行かないですけども、俺たちは、うんうんうん、でも行くと必ず朝行ってもいるし、夕方行ってもいるんですよ。それはまあ人が入れ替わってますけどね。神々ですよね、一人じゃないですか。入れ替わってますけど必ず誰かしらいるんですよ。そう、富士山見えるって言いますよね。ああ、言いますね。スカイツリーとか見えるって言いますよね。え、そこはやっぱり小さい時に遠足で行くような。あ、遠足で行きますね、熊本とか。どういう、まあ、そのバイク乗りとかはね、わかりますけど、うん、どういうシチュエーションで行くんですか。お弁当持って行くような。なんとなく、あっと、今日暇だなーって、家にいてもなーって、天気もいいしなー、じゃあコテ屋さん行こう。じゃあコテ屋さん、お手屋さん行けば、まあ誰かしらいるしな、多分その神々は多分そうなんだと思うんですよ。神々の駅に行ったんじゃないですか。もういや、最近見なかったねってよく言われるよね。でもまあ、どうぞどうぞって、うん、顔を覚えててくれて、そうそうそう、たまにちょっと話しかけてくれたりとか。いや、もちろんそのお手屋さんでもコーヒーいつも入れてるんですよ。いつも入れてて、神々に来たら、あ、コーヒーどうぞって言って分けられてっていうコミュニケーションがあったりとか。コーヒーの兄ちゃんこねえな。最近こねえなって思ってたんだろう。こんな感じですかね。あ、そうなん。あ、ちょっといいこと言ってます、うん、楽しそうだな。そこで、ただ山登るだけですか。そこはなんか、そうですね、山、うん、キャンプもありますね。あと結構広いんですね。なぜ、そう、まあ、でまあ、広いですね。あの、なんていうんですか、あの、ちょっと歩ける場所があったりとか、その程度ですけど。特に何があるってわけじゃないんですよ、それたちが。別に何があって登ってるってわけじゃないんですけども、うん、自然があるぜって感じですね。あ、ちょっと緑が欲しいなっていう時。そうか、じゃあ、あれですね、あの、ツアーできましたね。あの、東方食堂でご飯食べて、山登って、で、最後カレー食べて。あ、近いですよ。あ、そう、行きますね、それで。行きます。間に中川あるんで、うん、ああいう食べ物。そうそうそう、やのよくて、はい。食のツアーできましたね。できました、できましたね。ほぼ黒羽ツアー。あれ？黒羽いいとこです。
いいところですね、はい、はい、そうですか。ではちょっと間違うコーナーを挟んで後半もね、もうちょっと白熱してお話をさらにお届けしたいと思いますのでじゃあここで一回ジングル入れましょう。ビバビバビバ、はい、ではビバトーク、はい、スピンオフでも必ずやりますビバトーク。このコーナーはですね、テーマを決めずに私たちは知らないんですがスタッフにその場でテーマを決めてもらってそれについて話をするという意外と乱暴な感じのこんな感じですね企画でございますがさあでは今日のお題は一体何でしょう。小学校の思い出。小学校の思い出、またそこも幅広い感じで来ましたけど。幅広いですね、さあ長さんはどうでしょうか。小学校の思い出、そうですね、小学校、そうですね、小学校、5年生になるときに新しい校舎になったんですよ。それまで100何年ってこう続いた校舎から、すごい綺麗な近代的な校舎に変わるときに、机とかをこうみんな自分で持っていくんですよ、教室に。で持っていったんですけど、今まで2階建ての校舎がこう2つ並んでるだけだったんですけど、3階建ての校舎で迷路みたいになっちゃって、机を持って行きたいんだけどはぐれちゃってで新しい校舎だから分かんないんですよ、どこになるんだろうと、どこだろうどこだろうと思って机を置いて友達を探しに行ったんですよ。で探しに行って見つけたんですけど、今度自分の机になっちゃって結局その日は多分夕方になって机見つけたと思って、お引っ越しをするのに失敗してしまいました。でも周りに人いなかったんですかその時。いなかった。一人でこう運んでたんですね。いつの間にかはぐれちゃったんですね学校。どんだけ広いんですか。そうですよね。まあ僕ちっちゃかったから広かったかもしれない。小さい時は小さかった。小さかった。当たり前です。はい。それ小学校かなり、ちょっと恐怖だったんですよ。学校って怖いじゃないですか。いろんな意味でね。怖いので、誰もいないと思って机を置いて、探しに行ったら机がないなりました。今でもその校舎ですか。はい、今でもその校舎で、今回黒羽はかなり平行になったんですよね。小学校が減ってなくなって合併したんですけど、黒羽小学校っていうところだったので、まだ校舎が今回も残ってるんですね。すごいいい学校です。人数どのぐらいでしたか調査の世代で。全校生徒ですか、6年生の時何人だったんですかね分からないです。何クラスとかって。僕の時は6年生の時2クラスで、もうぎゅうぎゅうでした。多分あと1人2人増えたら3クラスとかになるぐらいなので、もうすぐ後ろがロッカーで、それは本当にすごいギュウギュウでしたね。なんか小学校ってねもっとゆとりある感じしますよ ね、すよね。高校ぐらいになってくるとね50人とかいる場合もありますけどね。ちょうど世代がベビーブームの頃の世代なので、ちょっと多かったのかもしれない、第2次ベビーブームの時。なるほどね。どんな子だったんですか。でも本当に 今結構こう大きいんですけど、小学校の時は小さくて、こういう一番前のポーズか2番目3番目にいるぐらいで、いい子だったと思います。いい子だったと思います。聞き流しもらいます横道にはそれず、あんまりこう男女分け隔てなく、みんなと話してたとは思うんですけど。どうです思い出。思い出どうですか。思い出、僕小学校の頃思い出っていうと、生き物係という係をしていたんですよ。で生き物係をしてたんですけど、その生き物って普通
金魚とか亀とかメダカとかじゃないですか。それがなぜかうちのクラスのその生き物がグリーンイグアナっていうこのなんかトカゲのお化けみたいなやつドンってやつでイグアナ、そうそう、でそれ誰が持ってきたのイグアナは。なんかその熱帯魚とかが好きなやつらが魚買いに行くから先生お金ちょうだいっつって聞くじゃん。で大田原警察署の前にあるその丸山ペットショップってところで多分感化されちゃったんだよね。これいいっつって、もう3000人いった小学生はもう大金、ね、もう大金じゃないから、うん、これかいいくらもらついて。いやでも最初こんなもんとか、最初でも30センチぐらいで、最初からでかい、そうでどんどんでかくなって、へえ、迫ってどうするんですか、わかんないじゃないですか、うん、当時インターネットもなくて、うん、すごい困ってたら他のクラスの女の子のうちでうちに同じのいるよって言ってでその子のお母さんがやっぱり好きで飼ってて、うん、お母さんにどうやればいいんですかって言ったら、うん、ね、スワストアで小松菜買ってこいと。して、スワストア。小松菜で小松菜。小松菜。小松菜取り上げて。小松菜食べるんだ、イグアナ。小松菜がいいです。キャベツもダメみたいな。あんま食わないです、小松菜がいい。そんな小学生です。それはすごいですね。生き物係っていう名前だったんですね。なんか飼育係とかで、なんかアヒルとかにこうね、うん、餌あげたりとかね、してましたけど。ああ、イグアナ。最後どうなったんですかね。ね、最後は。最後夢がないからあんま言わない方がいいんですけど。あ、ちょっと悲しくなっちゃうな。まあ、脱走して消えちゃったのかな。大丈夫なのかよ。だから多分どっかに気化している可能性がと、まだこうやっているかもしれない、増やしてるから。モードの近くはちょっと怖い。でも別にモードじゃないんですよね。モードもどうもじゃないですよね。とりあえず、うん、虫と雑草しか食べないっていう話。じゃあ穏やかな人なんですか、ね、人そうなんだ。大森さんはどうですか。小学校の時の大森さんは特にないんですけども、これ私は両毛中央小学校っていうところで本当に狭い地域だったんですよ、うん、で小学校も小学校一クラス1学年一クラスで、中学校はどこともここに合わせることなく、うん、両毛中学校っていうのはそこのままみんな一緒に、はい、うん、なるとこだったんですけども、ね、何の変わり映えもなく本当にもうみんな兄弟、クラスの人みんな兄弟みたいな感じで、小学校と中学校で9年間ですか、ずっと過ごしてきた感じなので、うん、なんかこれっていったなんていうんですか、新学期が来たからクラス替えがあって、なんか今度誰と一緒になるかなとかっていう楽しみが全くなかった。誰となってももう同じ。そう同じ。でまあ大概みんなと仲、まあ、ある程度仲良くして仲良、うん、っていう感じだったんですね。いいですね。うん、なんかすごくファミリーアットホームな学校だったんですけども。いやでもやっぱりみんな高校生になると、うん、高校生中学生になると。中学校まで一緒か。中学校まで一緒です。一緒なんです。で、ここで、まあ、いろんなバラバラになるんですけど。それでもまだ一緒って子います、高校でも。あ、高校でも一緒って、もちろんいます。いて。で、まあ、そうですね。まあ、その小学校と中学校ってずっと時期が長かったから、まあ、今でも会ったら普通に仲いいですし、うん、仲悪いっていうのはあんまりないかな。みんな穏やかな感じ。いやもしかしたらね、他の人はもしかしたらあいつ嫌いとかいるかもしれない、いるかもしれないけど、うん、自分はまあ、まあ、そうみんな別に、まあ、うん、それなりに仲良くて、うん、あったら全然話できるし、誰をいじめるとかそういうつもりもないですしって感じですかね。そうか、じゃあ結構皆さんも地元の友達が多い感じ。うん、なんか
いいですね、そういうのね。自分とかこう外から来てるので、うん、なんだろう、そういうのってないんですよ、あんまりこう、うん、地元の友達っていうのがいないんですよね、うん、その場その場の友達はいるけど、うん、だからなんかすごいね、もちろん羨ましいし不思議な感じ、うん、だってちっちゃい時知ってんだよね、私のみたいな、うんうん、そうですね、うん、そうなのか、小学校の思い出ね、うん、なるほどね。ということで、ご納得いただけましたでしょうか。OK 出ました、 OK 出ましたんで、はい、ではね、最後のコーナー行ってみましょうか。じゃあジングルでお願いします。ビバビバビバ、はい、ではビバビバ大田原パート2です。さて、前半ではですね、まあ、自慢でいきたい、好きなものだったりね、食べ物だったりと話を聞いたんですが、後半では今後の大田原どうなってほしいかとか、あとこんなのがあったらいいなっていうのあります？例えば駅ができたらいいなとか。いや、駅あるから野崎大田原だったらそれ大田原の人で言うとみんな怒ってますよ。そっか、よよよよっつ、そっか、大田原なんですね。そうか、じゃあ別に電車で移動するにも大田原、大田原って言ってもその黒羽と、うん、旧黒羽と旧大田原っていうとやっぱり全然あれですよね、広くて、一応名前は大田原市になってますけど、うん、全然別の環境ですよね。そう、うん、だから駅があるとか言われても、いやーどうせ駅まで行くのに車で30分かかるんだよって、うん、それだったら別に那須塩原駅でも、うん、もう西那須駅でも大して変わんないかなっていうのがありますけどね。そうか、こういうのがあったらいいってなります？ちょっとここなし塩原にあって、うん、ちょっと実は悔しいんだよねとかって。なんだろうな、なんか私イメージ大田原ってすごい都会的なイメージがあって、うん、いわゆるなんだろう、うん、他の県とかの、うん、いわゆる地方都市とあまり変わらないぐらい栄えてるような気がするんですけど、例えば大きい国道沿いにお店が多かったりとか、うん、飲食店が多かったりとかっていうイメージがあって、あ、なんか東京とかのちょっとね、うん、あの、うん、ちょっと住宅地の東京みたいな感じっていうイメージがあって、なんか遅くやってるお店がある程度限られちゃってるんで、もっとあるといいかなとか思ったり、明るい場所があってもいいかなと思ったりします。繁華街みたいな、そうですね、ポツッポツッとしかなかったり、これ逆ですね。あの最近本当に結構、まあまああるじゃないですか。まあ探せば全然、あの、うん、夜やってるところなくてもいいのかなと思ったりするんですよね。うん、なんかむしろなくて、むしろ、うん、まあ、うちの周りはないんですけど全く、うんうん、でいいなって。でも最近ちょっとコンビニが近くにできたりとかして、まあ十分便利ですけど、その代わりやっぱり近くの商店がなくなっちゃってて、うん、別にそこで商店で全然こと足りるのになぁと思うんですけど、それはそのコンビニができたことによってかもしれない。まあでもそれもありますし、その人口が減ってるっていうのももちろんあったりとか、うん、まあいろんな要因があるんでしょうけど、やる人が年取ってもうやめようかってなったりとかあるんでしょうけど、うん、そうか、皆さん結構夜は出歩く感じですか？そのどっかにご飯食べに行こうとか飲みに行こうとかって、たまにそういう時にちょっと欲しいかな。そういう人大体毎日毎日じゃないですけど、毎日じゃないですけど、そう、ちょっと島では早かったりするので、そこら辺でこうあまりにも今便利になりすぎてるのかもしれないんですけど、昔はね、6時過ぎたらやってないもん、当たり前だったり前、お正月でもね、空いてるから、もうちょっとやっててくれるといいかなとか思ったりはしますね。あとは駐車場に車を止めたら
数店舗行けるとか。バラバラなの。そうか、そうするとまた代行で移動して。あ、それ普段の飲み屋なんです。あ、そうかそうか。高田さんどうですか。僕ちょっと話近くなるかもしれないですけど、まあ、那須塩原というところで、まあ、大田原いないところがあって羨ましいなと思ってるところは、うん、やっぱりその黒磯の旧市街地というんですかね、板室街道とかの雰囲気がすごく個人的には好きで、はい、正蔵さんとかあるあたりのもともとある建物を生かして何か、うん、なんだろう、その仕事を始めるっていうスタイルが、はい、ああそういうなんかものを生かし方もあるんだなっていうのはすごい共感してて、ちょっと大田原の中心市街地ってちょっと考え方ももしかしたら違うかもしれなくて、その街の中に人を呼ぶためにその今まであるものを壊して新しいものを作って盛り上げたいっていうその考え方っていうのは、まあそれがいいとか悪いとかはないですけど、もっと古いやつをその活用してまあ新しいそのセンスとかで生きていけば、そのもっと新しい人がその何かやりたいっていうのが入ってくるんじゃないのかなっていうところはすごく最近感じますね。確かに、まあね、若い人の感覚でそのなんだレトロ感を出しつつ作るっていう、確かにね、新しい、全く新しい建物できちゃうとなんかちょっと身構えちゃうっていうかね。せっかく大学生とかすごい多いですよ、大田原って、うん、だからその若い人が消費するその何、外で消費するっていうのをもうちょっとなんかいろんなお店で出せたら面白いんじゃないかなと思います、ね、そのいわゆる大田原の、まあ、大学生だったり高校生っていうのはみんなどこで遊んでるんですか。大学生は宇都宮行っちゃうって言いますけどね。あと通いの人も結構いるから、うん、いますね。宇都宮にも通っちゃってる、通いで学校に来てる、大田原に住んでない人もいるので。どういうこと。あ、例えば宇都宮とか宇治家あたりにもともと住んでて、そこから大田原に学校に講義を受けてる、そうか、そういう人たちも帰っちゃうっていうことですね。そうですね。あまり街中で見ない。みんなバイトしてますよね。まあね、確かにありますけど。そうか、その高校とか大学の周りはそういう学生が喜びそうなお店っていうのは関係ないですよね。ですね。大学生は欲しがってますよね。そういう遊ぶところが欲しいですとかっていうのは聞くんですけど、それを商売にじゃできるかっていうとそこまで入ってくれるかどうかも分かんないから誰も手出さないんでしょうけど、それこそ、荒町に、ね、大学生の医療福祉大生がやってるカフェとかありますよね。ああいうのがね、もっともっと増えるといいのかしらね。面白いですもんね、あそこの古い建物を学生さんがやってるってこと、まあ、ビルですよね。ビルの1階のところですね。あそこも全部道路を拡張するのに横壊しちゃってるんですよね、家を。そう、ちょっともったいないというか、まあ、地震起きちゃったから何とも言えないんですけどね。でも壊して道路を広げるじゃないですか、はい、まあその家がなくなったところがちょっとこう道路になって、残りの余ったスペースにお店を建てられるかっていうとさほど建てられないスペースなので、多分あそこは何もひょっとしたらできないまま、今そういうふうにこう土地を買って建物を建ててお店始めましょうってなかなかないじゃないですか。駐車場ないとできないし、そういうスペースが多分大田原は増えてしまったので、その辺こうなんか面白い発想を持った人は長屋とかこう作ってやるとか、やるとひょっとしたら新しいものができるのかもしれないですね。城下町なんですよね、大田原って。あんまり感じないですけど。感じないですよね。どっかの通りに行くとこう、なんとか屋みたいな茶色っぽい看板とかでみんなこう出してますよね。あの古くからの何屋さんなんだろう、よくわからないんですけど、もうちょっと金道路をこう向こう行った方、荒町の方からこう行った方とかって、もうちょっとこう桜山の方まで行っちゃうと、なんか桜山、ね、そうですね、城下町っぽくないですか、ね、少し昔の向きがあるのかなっていう気がしますけど。桜
山大太郎ですからね。坂山大太郎怒られちゃいます。坂山の人元気ですか？そうかそうか。皆さんどういうところに買い物に行くんですか普段？あ、スーパーですね。大雄ですね、大雄。大雄の大谷ですね。大雄。あ、栄じゃあんま行かないですね。申し訳ないですけど。大雄、こびますね。本当に。ペンギンですね、ペンギンさん。お世話になってるんだ。よくご存知。こういうやつ。こういうやつですね。あれ、大田原ですか？ってわけじゃないですよね。どういうでも大雄ここら辺ですよね、県北の限定ですよね、クロスの本部はですよね、確かに。あ、うん、そうですね、ありますね、そうかそうか。じゃあでもじゃあそういう商店とかで買い物っていうと、まあ普段ね働いてるとなかなか行けないですけどね、休みの日とかは行ったりします、そういう商店。行かないですよ。俺はあのいつもあの 家の近くの古くあるあのスタ、うん、ガソリンスタンド、うんうん、そこはずっと使ってますね。タバコ買うのもそこのガソリンスタンドで、あんまり急いでるときはいけないんですよ。それなんでかっていうと、店のおっちゃんに話しかけられて絶対長くなるんですよ。すぐ行ってもすぐ帰りたいっていう時は寄らないですけど、そこはなんかそういうところの良し悪しだね。別に悪いわけじゃないですけどね、自分が急いでるだけ。そう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 。そこは絶対行きますね。そうか、逆にその今後大田原という町がこういう風になってほしいなとか、まあ、例えば、ね、長さんだったらこういう風にしていきたいとかになるかもしれないですけど、ありますか？こういう風にしていきたい、こういう風になったらいいなとか。あ、まあ、今の、まあ、僕たちの活動の中でもそうなんですけど、今ここにいる子供たちが将来ここに戻ってきたいとか、ここに住み続けたいって思ってもらいたいんですよね。僕らもそうかもしれないんですけど、どうしても東京とかそういう都市に行きたがるじゃないですか、ね、若いうちで戻ってこなかったりするんじゃなくて、まあ、一過性で行ってもいいけれども、やっぱり大田原が忘れられないとかって言って帰ってきてくれるような街を作りたいなとは思います。あ、すごい重要ですよね。いいですね。いいですね。小手屋さんに登りたい。あやっぱあの山じゃないですね。実家帰ってきてから小手屋さん登るか。いいな、それなんですよ。カレー食べてる。まだ続いてる。高田さんどうですか、どういう風な街になったらいいなとか。なんか自分たちの仲間が、まあ、自分を環境の仲間とかがあの集まれるようなスペースっていうのをそのいろんなところでやっていけば、そのグループがその面白い企画とかをそのコミュニティごとにやっていけて、それこそさっき張さんがおっしゃられてたですか、地域を大切にするみたいな感覚が生まれるのかなってちょっと最近思ってて、ムーブメンツって今動画の配信してるんですけど、もともと大森さんが言ってたところもあるんですけど、その組織を作らない、コミュニティを作りたい、上下関係のないその横のつながりだけの、例えば物々交換じゃないですけど、何々さんが困ってるから俺何々やるよと、じゃあその自分が困った時に何か手を貸してねっていう、そういうそのコミュニティというのをいくつかその何ですか、誰かを中心としてその広げられたら面白いかなっていうのは最近すごく感じています。そのコミュニティの中でいろいろやり取りができればいいって。そうですね。で、大きいコミュニティドカンっていうわけじゃなくてもいいから、その自分の気の合う仲間たちでそういうのがやっていけるようなスペースとかをなんかできたらいいかなっていう。なんか新しい考え方じゃないですかね。いや、僕たち若いからその例えばね、ちょっと喫茶店とかで食べるとかって言っても、なかなかね、コーヒー一杯580円を毎回は出せるほど そのお金はないわけなんで、でもなんかそのスペースとかがどっかで使えたら、そういう秘密基地じゃないけれども、そこに働いてる大人とかそのちっちゃい子供たちがいたら、その子供たちもその将来の仕事とかこういう仕事があるんだよっていうのはそこで分かったりするとかあるかなと思ったりして、
のは結構よく話したりする、うん、すごい面白そうそれ。まあ言うは簡単なんですけど、言うは簡単だよね。でもでそのコミュニティ同士が、うん、あの別にあんたのとこ知らないよじゃなくて、うん、何かの時には、ね、うん、共同できたりとか、うん、そうそう、でも情報交換できたりとかね、うん、っていう、うん、営利目的というよりはみんなが楽しければいいんじゃないのっていうところが一番大切です。じゃあそのムーブメンツも、まあ、どんどん仲間を増やしていくっていう。そうですね、そうですね、ムーブメンツはかあのただの形であって、俺がこうなんか面白い番組作りたいなって言った時に、でも一人じゃできないよなって、それより高田君手伝って、あとオープニング作ったんだけど曲ないよなーって、星くん作ってくんないって言って、まあそういう感じで、うん、でその代わり高田くんが何かやりたいって言った時には、まあ、俺が手伝うとか、うん、ね、星くんが何かやりたいって言った時に手伝うっていう形のなんかコミュニティでありたい。それがまあどんどん広まってって、新しい人が、うん、実はこうなんかお店出したいんだよっていう話になったら、じゃあそう手伝ってやるよっていう、はあ、なんですか、そういう、うん、じゃあどこどこ会社に見積もり取ってとか言うんじゃなくて、うん、っていう、なんかそういうので、まあ、みんなで助け合ってなんか楽しい方向に行けたらいいな、いいかなっていうのがそのムーブメントの始まりでもあるんですけども、うん、できるかできないか分かんないけど、とりあえず始めてみようっていうところですね。ね、まあね、ブチブチ言っててもしょうがないし、じゃあやってみようっていう、じゃあそのコミュニティはだんだんできつつあります。そうですね、まあまあそうですね、まあ、まだ1年経ってないぐらいなんですけど、まあまあまあ陰ながら応援してくれてる人もいて、うん、すごく、でもね、なんか若い学生さんとかやりたいなんていう人出てくるかもしれないですもんね。そういう人がどんどん出てきてくれると嬉しいかなと、うんうん、きっとね、学生さんたちも何をしていいやらっていうね、うん、きっと迷ってる子ってたくさんいるじゃないですか、うん、部活もなんかどうかな、バイトもちょっとなっていう、うん、ね、行き詰まってる子たちもいると思うし、うん、まあ、もちろん社会人でもね、うん、そういう人いらっしゃると思うんですよね、うん、あの仕事して帰って、うん、家でご飯食べてっていうだけじゃつまんないっていう人がいれば、もちろんね、そういう青年会議所に入ってもいいでしょうし、うん、そういう活動参加してもいいし、うん、なんかね、もっとこう選択肢がいっぱいあると思って、うんうん、あの私ちょっと自分の話になっちゃいますけど、こっち来た時に選択肢が少ないなと思ったのが最初だったんですよ。例えば音楽聴きに行くにしても、うん、どっかご飯食べに行くにしても、うん、何かやりたいなと思う時、あとは職業の選択がもっともっとあったらきっといいんだろうな、まあ、知らないだけなんだと思うんですよ。だからそうやってきっといろんなところで話をして、あ、どこどこさんとこう人探してるんだってなんて言われるだけでもね、いいかもしれないですよね。普通就職情報誌とか探してるんですよ、そうですね、それがね、なんかこう簡単に入れる場所があったらいいかなって、秘密基地ですね。ね、それいい言葉ですね、秘密基地だけど仲間を増やすみたいな。テナント空き情報あったら教えてください。そうなんです、ちょっと、ね、お金ありません、お金なくてボロくてもいいです、ボロくていい、あ、違う、少しあの掃除します。なんか場所があったらちょっと借りて、まあ、事務所じゃないですけど、それ、まあ、誰かが集まれるような感じ、そう、拠点がちょっと作りたいなちょっと思ってるんですよね、今。うーん、まあ、そんなお金は出せないですけども、今は家使ってないんだよとかいう人がいたら、ぜひ教えていただけるとすごく。じゃあ、最後になりますが、じゃあですね、皆さんいろんな活動されてると思うので、もしあれでしたら、告知したいことなどありましたらどうぞ。ありますか、近々撮影やるんで見に来てねとかでも。あ、じゃあいいですか、はい、5月12日の日に、宇都宮のインターパークの、はい、福田屋の駐車場で、トレジャーマーケットという、フリーマーケット と、大規模なイベント、まあ、があるんですけれども、そこで、ちょっとコーヒー入れてみるっていう謎のオファーが入ったので、撮影しに行ってきます。何をするかどうかは行かないと分からないですけど、まあ、全然何も決めてないですけど、何やるかとか、うんうん、でまあ、それももちろんゲリラ的にやる方向ではいるんで、うん、うん、ね、コーヒーは入れることは確か、いや、わかんないです、わかんないです、それはわかんないですけども、他の空気でね、うん、入れていい感じだったら入れちゃうし、うんうんうん、
そうですね、入れていい空気じゃなくても入れますけど、バイクのスタントがあるらしいんだけど、なんかそういうやつもやるの？なんかバイクのスタントとかなんかあるらしいんで、ちょっとなんかね、絡めたら面白いかなと思って、まあ、とりあえず、まあ、撮影はとりあえず行こうかなと思ってるんで、うんうん、まあ、遊びに来て声かけてくれると嬉しいです。ジョーさんはいかがですか？あ、うちの方はホームページ見ていただければ、うん、様々な事業をやっていきますので、那須野原青年会所のホームページの方にアクセスをしてください。一般の我々でも参加できるようなイベントとかあったりしますか？はい、あります、はい、近々は近々は、まあ、そのわんぱく相撲が来月行われて、で6月に宮城県の山本町に花を作りに行くの、今度子どもたちを募集かけますので、ぜひ参加していただいて、で、まあ、カルタを作るっていうのがありますので、それで面白そうです。それは小学校にあのチラシを巻きますので、そちらの方ぜひ参加していただいて、で研修とかもやってるんですが、ものによっては一般の方も参加できますので、ぜひ有名な人も来たりすることもありますので、そういう時はあこの人だから行ってみようかなとか、ありますね、客寄せじゃないですけどいい内容だからちゃんと、たまにはね、そういうのもいいですもんね、はい、やっていきますので、よろしくお願いします。じゃあ最後に、じゃあ皆さん一言ずつ、まあ、大田原の PR でもいいですし、自分の PR でもいいですし、何か一言、あのカメラ、どのカメラですね、それですね、そちらに向かって、はい、皆さん一言ずつ、はい、どうぞ。ムーブメンツ、これからどんどん動画配信していきますので、よろしくお願いします。それ俺プレッシャーじゃん。撮られたね。もう撮られたみたいなね。はい、どうもありがとうございます。そうですね、やっぱり一応これ動画上げてて、ちょっと目標をちょっとやっぱ立てなくちゃなと思って目標を立ててるんですよ、で今年ちょっと頑張って栃木テレビちょっと出れたらなと思ってるんで、もしつながりある人とかいたらちょっと相手取ってくれると嬉しいですかね。お願いします。そうそう、お願いです。はい、はい、まあ、那須野原青年会議所もそうなんですけれども、栃木県にある青年会議所、20歳から40歳までの方、メンバー大募集しておりますので、各エリアで、さまざまな活動をしてますので、もしも ご興味のある方はですね、一度こう参加していただいたり、お話を聞いてみたりして、ぜひ会員になっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、本日はスピンオフ企画ビバビバ大田原をお楽しみいただきました。本当に皆さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、では最後は番組タイトルコールでお別れしたいと思います。ビバビバ大田原、頑張れ。